方こんにちは。ようこそ立花月曜館へ。本日も館内パフォーマンスゴーアウト始めてまいろう。さあ、ぜひともお花におられますの方、そしてお花の外におられますの方も、私の声が聞こえておればどうぞ立花月曜館前に集まってこられ。さあ、6月の6日本日の午後、館内パフォーマンスを務めますのは私、柳川藩2代藩主立花忠重である。ぜひとも私のことを知らんというお方は本日を機にお見知りおきをお願い申し上げたい。してな、私立花忠重は本日と申すか今月でな、ミュージアムキャラクターとしての歴史に1周年を迎えることができた。誠に嬉しき限りである。してな、南田、本日などこのように風も涼しい、過ごしやすい気候であろうと、ゆえに大いにくつろいでいってくれ。それではまずは名乗り口上を披露いたす。とくとご覧あれ。11の年に元服、江戸幕府2代将軍徳川秀忠様の伝承において加冠いたし、天気を授かり、忠重と改め佐茂氏の刀を賜り申した。ありがとうございます。殿、いや、私も随分とスタミナがなくなったものじゃ。その老いとは悲しいもんだがな。ありがとうございました。私もの先ほど申した通り、このミュージアムキャラクターとしての歴史にの1周年を迎えることができたんだが、まあ年も年じゃの。私はの江戸時代の初め頃をこの柳川の大名としてな治めておったんだが、もう何年じゃ、とせば今何年が2021年か。考えてみ、600年ではない、400年以上前じゃの。それはそれはの、もう私も とてもとても近眼だからな、あまり皆の顔が見えておらんことは、私のことを知っておるお方はよう知っておると思うがの、
つあまり皆の顔がはっきりと見えておるわけではないんだ。そう、しかしまあこれも仕方がないことである。さあ、ちとまあ本日と申すか、今月は私の1周年記念ということで、私のミュージアムキャラクターとしての初陣の話をするとな、先ほど名乗り口上を挙げたんだろう。どうだった？かっこよかったか？ありがとうございます。どうぞ。ミュージアムキャラクターとして我は筑後国柳川藩二代藩主立花忠重である。と決め台詞があるんだが、私が初陣の時覚えておるかの？どのようなミスを犯したか、もしかしたらの画面で見ておる皆も覚えておるかもしれんが、なんとの私はその一番大事な自分の名乗り口上で柳川藩初代藩主と言ってしまったんだよ。空ぶかしをしておるようじゃが大丈夫か？まさか走っていったの。そう、二代藩主なんだがの、初めての名乗り口上で初代藩主と言ってしまった。これは私にとって黒歴史でな、そのまま続けきることができなかったから一度やり直したのも良い思い出だの。その日はとてもとても師匠に怒られたものでな。まあそんな暑い夏からもう1年が過ぎてしまうたの。このように消毒も変わってな、もともとはこの陣羽織もなかったんだ。去年の10月に宮永様からプレゼントいただいたものでな。宮永様というのは銀千代姫様のことだな。橘宗茂様、柳川藩初代藩主の妻であるの。ぜひとも覚えておいてくれ。このミュージアムキャラクターと申すか、もともとはのキャラクターは私だけではなく他にもたくさんおったんだ。橘宗茂様を筆頭に銀千代姫様、そして刀の化身の雷霧丸、火縄銃の隅縄との私が一番最後に追加されたキャラクターなんだが、それでもこのように1周年を迎えることができて嬉しく思う。しかしな、皆の中で私のことを知っておったという方おるか？お、僕は知っておったか、私のこと。あ、まことか。そうか。あ、いや、そうか。いや、大体誰も手を挙げてくれんからの。あ、では私のことを知らん者はーいというのがいつもの流れだったんだ。あ、しかし若が知っておってくれたか。まあこれもの時間のたわものじゃな。1年という期間のそのたわものじゃ。いや、まことに知っておるという方がおられて私も嬉しく思うの。さ、ではこれから少しジャンルを変えてクイズコーナーと参ろうかの。立花家資料館に来たのであれば、ぜひ立花家の歴史について知っていただきたいものである。さ、ではこれより選択問題を出題いたす。私が問題を出した後に A か B かと皆に答えを聞いてまいるから、ここだと思うところで手を挙げてくれの。景品は上位2名分特別なものを用意しておるから、ぜひとも頑張ってくれ。さあでは参ろう。第1問、柳川藩初代藩主立花宗茂様についてじゃ。さあ、あちらの青い自動販売機を見てみるの。あちらに大河招致自動販売機がある。柳川のこの地では大河招致を行っておるんだ。立花宗茂様、銀千代姫様、そのお二方の物語をの NHK の大河ドラマにしようではないかと一丸となって取り組んでおる。さあ、そんな立花宗茂様の物語を語る上で欠かすことができない二人の父親の存在の。宗茂様には歴史上二人の父親と呼ばれたお方がおったんだが、果たしてそのどちらが立花宗茂様にとって本当の父親にあたる人物かという問題だ。風神、雷神、大名大友家の家臣としてそのように呼び恐れられておった侍たちだが、果たしてそのどちらかの A 風神高橋将軍様、 B 雷神烈気洞雪様。まずはこの二択じゃ。立花宗茂様の本当のお父さんは高橋将軍様か烈気洞雪様か、どちらかのの。ぜひともこれは二択じゃ。わからなくてもの当てずっぽうで手を挙げれば確率は 50% で当たるかもしれん。では参るぞ。 A の風神高橋将軍様ではないか。1名、2名、3名、4名、5名、6名。はい、分かった。では続いて B。
デッキ同説様、内人ではないか。一名で、これ、良いもの手を挙げたというか、かしこまった。では、一名。いや、これは歓喜で誠意の勇気のいる巨人だったが、正解は、A の風神高橋常雲様が正解であった。おめでとうござる。の、私含め、金星大名立花家だな。この今知られておる立花家は金星大名立花家と申して、その初代は別紀同説様、二代目が立花宗茂様で、三代当主が私じゃ。と、ゆえに別紀同説様が本当のお父様と思われるお方も多いやもしれんが、血がつながっておるのは高橋常雲様だ。と、ぜひとも覚えておいてくれ。では続いて第2問。なぜ立花宗茂様が別紀同説様の息子となられた。実はの、立花宗茂様はな、15歳の時に養子として立花山城に出されたんじゃ。もともとあの高橋家の跡取り息子、長男として生まれたんだが、実は高橋常雲様にも別紀同説様にも戦国時代のいろんな事情があった。そんな中でな、出立する息子に対して高橋常雲様、父親が渡した品がある。その品とは次のうちどれであろうか、という問題だな。ちょっと難しいぞ。 A 担当吉見、 B 剣長光、 C 脇差し内気丸。さあ、お次はこの3択じゃ。どれもの、あの、我が家姫にはちょっと聞いたことがないような名前かもしれんがな。答えはこの中に一つじゃ。もう一度申すぞ。 A 担当吉見、 B 剣長光、 C 脇差し雷霧丸。さあ、では参るぞ。高橋常雲様が出立する息子に対して送った品は A の担当吉光ではないか。これな、これもなんかの、はい、わかった。では続いて B 剣長光ではないか。1名、2名、これかの、はい、わかった。では続いて C 脇差し内霧丸ではないか。おお、多いの。1名、2名、3名、4名、5名、はい、わかった。では正解を発表するぞ。正解は B の剣長光が正解であった。おめでとうござる。と、大霧丸の引っ掛けじゃ。さあ、この長光の剣じゃがの、どのような意図を持って高橋常雲様が我が父上に送ったのか、これよりな、その時に口頭で伝えたと伝わるメッセージを皆に私が常雲様になりきって伝えるから、ぜひとも あの立花宗茂様の気持ちになって本日、自分のお家を出立する、そんな気持ちになって聞いてほしい。珍しい馬じゃの。では行くぞ。よいか、これからはわしのことを夢にも父親と思うではならんぞ。明日にでもそなたとわしは敵味方の間柄だ。つまり、ちょっともう一度言うか。ここで噛むのはダメだな。あ、もう一度行くぞ。よいか、これからはわしのことを夢にも父親と思うてはならんぞ。明日にでもわしとそなたは敵味方の間柄になってしまうやもしれん。それが武士の習いじゃ。この時代に生まれ落ちた定めなのじゃ。もしそのようなことになったら、そなたは真っ先に同説様の前に出てわしを討ちに来ねばならんぞ。決してためらうような素振りを見せるな。もし未練ある振る舞いを見せようものなら、同説様はそなたを気絶されるであろう。もしそのようなことになったら、この岩屋の城に戻ってくることも許さん。この剣で潔く自害せよ、腹を切れ、という言葉のもと伝わったのが長光の剣なんじゃ。ちょっとな、あの、
今日は口内炎ができておってな、胃を噛んでしまうんだけど、この長光の剣はな、今でも重要文化財として立花家資料館に残っておる。残念ながら今は展示されておらんが、今はの雷霧丸という、立派な立派な脇差しが展示されておるから、ぜひとも見に行っていただきたいの。の、よいか。して、担当義光は立花家資料館の国宝じゃ。の、それら3つが展示された時には、ぜひとも見に来てくれ。誠に良い品であるの。さあ、では最後の問題。最後はミュージアムキャラクターについて。先ほど申したな、このキャラクターの歴史が長い宗茂様、銀千代姫様、雷霧丸、火縄銃、隅縄、彼らを筆頭にのキャラクターは頑張ってきたんだが、実はこの4人の中で1人現役活躍中の者がおるのだ。それは誰かという問題じゃな。 A 立花宗茂様、 B 銀千代姫様、C 雷霧丸、先ほど言うたな刀の化身雷霧丸、 D 火縄銃の化身隅縄。さあ、この4人のうち誰が現役活躍中かの。もしの、分からんという方がおりましたら、皆様がおられまする軒下のどこかに答えがあるから、ぜひと探してみてきてほしい。ヒントは窓に。して立花家資料館の入り口付近が怪しいの。の、さて、人のお子さんがおられるのであれば、どうぞ飛脚として走らせてみてくれ。の、さあ、若、行くんじゃ。さあ、答えは見つかるかの。もうちょっと先じゃな、もうちょっと先じゃ。さあ、小さい窓が、お、それを見つけたか。あれ、そうじゃ、我がそれじゃぞ。さあ、どうやらの、あちらの若が答えを見つけたようである。な、さあ、ステップを踏んでな、ルンルンで帰ってきたようであるが、若が手を挙げたところでな、皆様も手を挙げられますと、もしかしたら正解することができるやもしれんが、若が引っ掛けをする場合もあるからの。そこは皆のここを使ってな、うまいこと軍議を重ねてくれ。それでは参ろう。ミュージアムキャラクターとして現役活躍中の者の句は A の立花宗茂様ではないか、では銀千代姫様ではないか。迷った、1名ありがとうござる。では C 脇差し雷霧丸ではないか。1名、2名、3名、4名、5名、6名、7名。では D、火縄銃の化身、隅縄ではないか。おお、これまた極端に分かれたの。銀千代姫様が1票だ。さ、では正解を発表すると、短期で挙げていただいた勇気は誠に私も称賛を送るが、残念ながら正解は C の脇差し雷霧丸であった。おめでとうござる。の、先ほども申した今現在展示中の雷霧丸という刀はキャラクターとして擬人化しておる。私よりもの3年以上先輩じゃ。去年ではない、2017年の12月だったかの、初めて当世で名乗りを上げてもう3年以上の月日を得ており、ぜひの明日も柳川におられるのであれば、この雷霧丸に会いに行ってやってほしい。たくさんの演舞パフォーマンスで皆を魅了してくれるぞ、というえと毎回裏で言われておるんだ。さ、ではの、これより正解数を聞いてまいろう。見事全問正解された方はおるか。1名、おお、これは気持ちいいの。では全問正解されたまずは1名の方に特別な景品を差し上げよう。こちらはミュージアムキャラクター缶バッジに雷霧丸のチケットホルダーを差し上げる。おめでとうござる。どうぞ受け取ってくれ。さあ、では続いて2問正解。おるか。お、おられた。おめでとうござる。では特別な景品は2枠分あるから、こちらのお姉様から受け取ってくれな。そうそう、これは何だ。缶バッジは一つか。今のは別のものか。ああ、そうか、そうか。あ、では、そうじゃの。あ、二人おったか。あ、では、もう良いではないか。せっかく取りに来てくれたんだか。あれ、二人おったから二つあげたのではないか。
1個しか上げてないあ、どっちちょっと、あ、私わからんからその後の判断に任せる言うてるどういうことなんだよなんだよじゃんけんか少し2名持っておるのか持っておるのかあ、そうかあ、すまんちょっと私が目が悪すぎて見えんかったあ、ではあ、そうだなではご家族お一つということでな出かけたから若にも立ち上げてくれあ、おめでとうございますこれにてな、あの景品はしまいなんだが一問正解されたお方これかあ、では、まあ、残念ながらちょっとゼロ問正解だったではあのクイズの参加賞としてなライピーマルのチケットホルダーを差し上げたいと思うさ、どうぞ受け取ってくれそして、若、今来てくれておったが、こちら欲しいか欲しいか、うん、そうだ、言うとじゃあライキリムルのチケットホルダーを差し上げようおあ、コーナーゲンがいたぞ、うん、さ、それではの、これにてレクリエーションコーナーはしまいだぜひとものライキリムルのチケットホルダーミュージアム缶バッジお土産として持って帰ってくれあ、口の中が痛いのはよし、それでは頼むぞ皆様方、これよりは最後の演目を披露いたす。私が最後に披露する演舞は、島原の乱というものじゃ。皆も聞いたことがあろう。天草島原一揆を題にした演舞でな。私が江戸時代に、こちらの柳川藩の二代藩主としてな、大名として勤めておるときに体験した最初で最後の大戦じゃ。その戦に、私は幕府軍の立花軍の総大将として、参陣しておった。そこではどのような戦が展開されておったのか、これより演舞として披露いたすから、ぜひとも皆見ていってくれ。しら、あのこの演舞もともと3人用の演舞だったんじゃ。今私一人じゃろうの。故に持て余した時間はナレーションとして録音しておるから、そっちの方で楽しんでくれだ。では参ろう。演舞島原の乱。皆様方、とくとご覧あれ。太閤秀吉様に西国無双と称えられた我が父立花宗茂様がここ柳川の城主となり厳しい戦いの時代に身を投じておったのはまだ若き20代の武将の頃であったそして50年近い月日が過ぎ世は太平の徳川家の治世戦のことを知っておる武士も多くはこの世を去った宗茂様が着手左近の将軍忠茂が同じ20代半ばを迎えた寛永14年12月26日天草島原の地で徳川幕府を震撼させた120日間が始まったのである
一騎鎮圧に臨まん。忠宗は幕府の命により12月6日には国元を出戦、10日には近隣諸家の中で一番の着陣を果たしたのでございます。その日、原城甲状腺の火蓋が切って落とされ、大手城門に迎えて陣取ったのでございますが、一騎軍も反撃。18日には立花軍は浜の手への陣害を命じられ、夜のうちから原城への指揮を開始。しかれど一騎軍の反撃はますます激しく、忠重の軍勢は多数の死傷者を出しながらの指揮に難儀をしたのでございます。ついに20日、立花軍が主力となり三の丸へ攻めかかるも、一騎軍の猛攻により甚大な被害を被り、攻略に失敗。死傷者は450名以上に及び、重臣立花重実ら54名が討ち死にいたしたのでございます。ゴッド、向こうを立てるところか。中で立花家に忠節を尽くしてくれた多くの者たちを亡くしてしまい申した。楽しげ、一生の不覚にございます。この日の戦況を聞いた宗重様は老臣トトキ摂津、この頃は摂斎と名乗っておりましたが、弱い80を越してなお初陣の忠重を思って従軍をしておったことに驚きながらも、文を遣わしており申した。ここもとよりの気遣い、なかなか夜も寝られ申さず、我ら早良き年にてす変わり申したくと心中ばかりに候、左近無事に名を上げ候ようにと願い申し候、早ここもとにてことのほか褒め申し候、この度は左近一人別に人はなきように、皆々仰せられ候で満足申し候、別して大切に存じ気遣いばかりに候。左近よ、よう耐え抜いた。江戸表まで絵図とともに陣中の原城攻略の司祭を記した覚書を送らせた。大義であった。そなたの戦働き無駄にはせぬ。満を持して立花飛騨守宗重参陣いたす。父上、
これにて演舞島原の乱、そして本日の灌漑パフォーマンス午後の部をしまいといたす。皆様方、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。さあ、では私はこれにて退陣いたす。皆様方、この後も引き続きコッポラーと柳川での旅路を楽しんでくれ。またどこかでお会いいたそう。ありがとうございました。